スパは、ベルギーのリエージュ州に位置する都市。英語での温泉、両用温泉を意味するスパの語源ともなった場所である。温泉及び隣のフランコルシャンにまたがるサーキット、スパ・フランコルシャンで世界的に知られる。スパの歴史は、温泉地としての歴史として始まっており、14世紀初頭頃から温泉は使われていたとされる。リゾート地としても栄え、ピョートル一世。 ビクトル・ユーゴーらも訪れたとされる。20世紀に入ると、第一次世界大戦中、1918年に、ドイツ陸軍が大本営を置き、皇帝ウィルヘルム2世はここからオランダに亡命した。また1920年には、スパ会議の舞台となった。また同年開設されたスパ・フランコルシャンサーキットが、できてからは、モータースポーツの開催地としても、世界的に知られるようになった。 テルムドスパ療養温泉の語源ともなったことから高い効能があるとされる。その効能は陰泉においても効果があるとされ、市内には数カ所の陰泉場が存在する。入浴施設は町の中心部に存在する浴場、テルムドスパが知られる。またこの町周辺で産出されるミネラルウォーターはベネルクス三国を中心に広く流通している。ありがとうございます。